はいどうも、山形県出身シンガーソングライターの三浦康介です。え、今日はボケた方がいい？ボケなくていい？ボケなくていいっす。え、本当ボケなくていい？本当に。あ、うん。はい、ということでですね、今日もですね、ギター講座始めていきたいと思います。今日はですね、アルペジオでの表現の付け方というのをですね、解説していきたいと思います。アルペジオにもですね、いろんな種類があります。まあね、アルペジオね、始めて一本ね、アルペジオ弾いてだんだんできるようになってきたっていうところでね、この動画を見つけていただければね、ぜひね、いろんなものをアルペジオチャレンジしてっていただければと思います。まずは一つ目、単音ですね。単音でこうやってね、一つで、やるやつ、一本、弦を鳴らしていくアルペジオ、一番簡単なアルペジオだと思います。これね、まずここら辺から入っていただいて、次は和音ですね。複数音、複数の音、ね、同時に何本かの弦を弾くといった形のアルペジオの付け方ですね。こういったのもあります。そしてブリッジミュートのアルペジオ、この感じです ね。ブリッジミュート、ブリッジミュート皆さんね、やり方ご存知の方とご存知じゃない方もいると思うんですが、このブリッジのところです。ここのブリッジのところから2センチ以内のエリア、ここの部分を、この手のひらのこの部分で、ちょっと軽く触れてですね、それでピッキングをすると、開放弦に対してツン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 というね、こんな感じの音が出せるので、ちょっとねウッドベースっぽい音を出せるので、こういったものをね、一つの表現としてですね、覚えてみていただければと思います。ブリッジメイトもね、いろんなところでブリッジメイトそのアルペジオでも使えると思いますので、使ってみてください。そしてですね、ギターリフというのはですね、印象的な曲の中での印象的なフレーズです。まあ、有名なところで言えば、例えばこういう、といった形でですね、この印象的なフレーズ、感じのフレーズをギターリフと言います。こういうのも作ってみたらね、面白いと思います。そしてギターソロですね。ギターソロもね、高い音だったりとかね、いろいろ作ってね、いろいろと、ね、鳴らしながらやるやつですね、ギターソロ。ギターソロもアルペジオの一種ではあるので、ぜひね、それも練習してみていただけたら、いいんじゃないかなと思います。そしてですね、さっきギターソロでしたけども、今度ソロギターというやつですね。ソロギター、低音のベースも鳴らしながら上でメロディーを刻む、ちょっとコードのね、一個上のパターンですね、これはね。ソロギターなんかもですね、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。パーカッシブにアルペジオを演奏するやつで、サムアタックというね、5、6弦あたりの上、サウンドホールの上の5、6弦あたりをこうサイドの方でですね、叩いてあげると、ちょっとパーカッシブな音が出せるので、これでサマータック、ちょっと慣れてきたらここら辺もやってあげると、ちょっとリズミカルにですね、アルペジオを演奏することができるようになると思いますので、やってみてください。そして、トレモロ奏法という、奏法です。形でですね、この指、薬指、中指、人差し指でですね、連続して高速でね、やるやつです。トレモロ奏法ってね、なんかもともとはね、クラシックギターとかのね、弦、ナイロン弦だとね、アコースティックの弦に比べるとちょっとサスティンっていう音の伸びがね、少し短めになるので、それをカバーするために、作られた奏法と言われてましたが、このトレモロ奏法、薬指、中指、人差し指の順で同じ弦を、こうダララッと弾くやつです。俺もロ奏法、これもアルペジオの一種になります。これね、ピックでやってもいいと思います。ピックもね、よくエレキギターのギターソロとかでね、こう
でね、よくやるものありますのでね、取り戻す奏法、覚えてみてください。そしてロール奏法です。でロール奏法、基本的にはもう親指、人差し指、中指を連続してタタタタタタタと、こういう感じですね。こういった形のもアルペジオの中の表現の一つとしてですね、あります、ロール奏法です。そしてですね、カントリーの3フィンガですね、こう親指でですね、低い音と高い音のベースを交互に弾いていく奏法です、ね、こう上の、下のベース、上の音っていう形で、ね、カントリーでよく使われる奏法です。3フィンガーです。そしてですね、アルペジオの中でですね、個人的に一番難しいと思ってます、ギャロッピング奏法。奏法、ベースプリジュメートかけてベースを5、6、4、5、4とちゃんちゃんと弾いたまま、このベースをキープした状態で上の弦を弾いていくという奏法になります。初めてのギャロッピング奏法解説というのをね、僕、動画出しておりますので、そちらをね見ていただければと思います。このアルペジオの奏法の中で一番難しいギャロッピング奏法をチャレンジしてみていただければと思います。そしてですね、アルペジオの中にストロークを混ぜるという感じ、この頭をねアルペジオでしながら、こんな感じでこうアルペジオとストロークを混ぜるみたいな形のパターンもですね、一つ、表現の一つとしてね使えると思います。普通のアルペジオと比べて頭をストロークにしてあげて、形にするだけでもまた表現がね変わってきますので、そういった形でアルペジオを作るのもありだと思います。そしてそれのねちょっと進化したバージョンがですね、カントリー奏法っていうね、はい、といった形でですね、まずベースを親指でアルペジオして、その後ストローク、中指でダウンストローク、中指でダウンストロークした後、人差し指でそのままアップストローク、の繰り返し、これでカントリーのですねっていうね、アルペジオとストロークを混ぜた形で生まれてくるカントリーの一つのね、カーペンターズ奏法なんてね言われたりもしますけれども、カントリーの一つの奏法です。そして単音ベース、ブルースとかでね使う、といった形でですね、単音ベースずっとブリッジメイトした状態のベースをこういった形でトゥントゥンと弾いてるところに、形でですね、演奏を乗せていく、ね、ブルースとかでよく使われる単音ベース、ブルースでねよく使われる単音ベースなんかも、アルペジオの表現の一つとしてありますので、覚えてみてください。そしてウォーキングベースですね、ウォーキングベース、ジャズとかで使われる、みたいな形でですね、ウォーキングベースも、という、ベースのね、アルペジオの一つ、ブリッジミュートかけてね、ウッドベースみたいな形で鳴らして、演奏していくやつもあります。そしてアルペジオの表現の中で、例えば和音をこう同時に弾くときにあえてちょっとずらすやつ、クイックアルペジオというの、同時にバーンって鳴らすんじゃなくて、一本一本上からっていうのを
緒にやる、ダララーンというね表現、これもアルペジオの中で、出てくるね、よくねこれめちゃくちゃ使うので、ね、こういった形のクイックアルペジオ、これはダウンのパターンですね、下からのパターンもあります。こういった形でね、下からと、そして上からとね、いろいろクイックアルペジオありますので、それも使ってみてください。はい、ということでですね、ここまでですね、いろんなアルペジオを紹介しました。これね、ぜひね、アルペジオだんだんできるようになってきたって方はですね、こういったアルペジオにもね、ぜひチャレンジしてみてくださいという形で紹介させていただきました。一つ一つね、やっぱカラーが違うと思うので、そのカラーにね、合わせた曲で使っていただければと思います。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画が参考になったよという方はですね、グッド評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。感想や質問は、コメントの方でお待ちしております。 Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。それではまた次回、お会いいたしましょう。三浦康介でした。またね、バイバイ。終わった、全部撮ったぞ。終わった本当にこれ。いや、知らん。いけた。とりあえずでもまあなんか微妙なところはもうあと編集でどうにかするしかない。よし、終わり。クランクアップ OK。 いいよ、止めて。今日はですね、ギター初心者のための、アルペジオでの表現の付け方という形でですね、解説を上げていただいて、